なんだよこれ、どうなってやがんだ。されました。お前ら、死体発見現場の図書室まで急いで集合してください。あー、よかった。え、そうはそうは、違う。あのね、Supersonic cars collide.
ぽぽ。え、なんだ、最高にポップだね。おお、おもろなってきたやん。ちょっと待て。ええか、あのね、ドキドキする。ワクワク、ドキドキ。やれやれだな。おやおや、ぽぽぽ、キラーン。わからねえのか。てめえ、だったらそうよね。無理です。そうだな。素晴らしいよ。うわっていうか、ふん、ざけんな、土下座しろ。おかしいよ、興奮するよに。違う、あのさ、は？うん。でも、あれ？全力を尽くすわ。オッケー。では。そうだよね。うん。よろしくね。下げんな。いい、主は言いました。
ていうか、そうだよ、間違いないよ。それはお願い。うん、わかったわ。でもよ、でもさ、待ってください。あ、じゃあ、いいかな。まあ、だってほら、私がやるわ。すごいです。あたいに任せてよ。え、やるわ。やめてよ。そうですね。まったく、神様が見守ってくれてるから。うん、はあ、あのさ、いいかな。え、僕は西原くん、ありがとう。っていうか、どうかしら。どうして。つまり、あ、ごめんなさい。合理的です。そうだな。だったら、
った。あ、そうだね。え、ほら。じゃあ、あれ？そうだね。いや、うん。大丈夫？
あのさ、もう、もしかして、そうだね。もしかして、大丈夫？ごめん。もしかして、ほら、そうだな。それは、
虫さんが、本当だよ。でもよ。あれ？うちの魔法で。もういいかな。ゴンタは本当だよ。しいよ。そうだな。
しないよ。
それは ありがとうございます。ねえ、ちなみに、それは、そうだね。そうですね。うん。学習します。ありがとうございます。
ちょっと、もう、おはっくまーお邪魔しとるでもう何言うてんねん。もちろんだよ。これって、どうやら、つうか、ねえ、
としたら。なるほど、いいかな。うん、だとすると、ちなみに、わかんないですよ。ありだよ。いやいや。ところでさ、いいえ。まあ。うん。はあ。大丈夫？さーて、お待ちかねの学級裁判の時間だよ。お前ら、中庭にある裁きの祠までちゃっちゃと集合してください。ほら、緑の壁に囲まれた赤い扉があったでしょ。あのとそこからお前らを素敵な学級裁判場へとご案内します。ぽぽぽ、じゃあまた後でね。そうね。めんどい。キャッキャッキャッキャ。うん、うん、そうそう。そうですね、わかりました。やれやれだな。大丈夫？ごめん。
さ。どうしたの？ごめん。みんな！メイデー！メイデー！メスブタ！いや、困ったわね。頑張れ！大丈夫だよ。俺に任せとけ。おい、ごめん。うわ、おい、恐ろしいね。どういうつもり？であれば。それにしても。先手必勝です。残念ですが、ですが、じとー、神様も言ってるよ。宇宙に轟く桃田カイトだぜ。バカ野郎。すげえじゃん。本当にエレベーターになってるんだ。それにしても随分と深く潜るんですね。落ちていく。僕らはどこまで落ちていくのだろうね。なんだか急にトイレに行きたくなってきたわい。どうぞ遠慮なさらずに。さすが羞恥心のないロボットは言うことが違うね。あのさ、犀原くん、さっきの話の続きなんだけどさ。え？真実を知るのが怖い気持ちってきっと誰にでもあると思う。でも真実を見つけた人だけがその先の運命を選ぶことができるんだよ。
何が嘘で何が真実かわからないままだと何かを選ぶこともできないし、きっと自分が選んだことすらわからないままだと思う。だから怖くても戦わないとダメだよ。し、君はそれができる人なんだからさ。それでも怖いときは遠慮なく他人の力を借りればいいんじゃないかな。自分だけじゃなくて他の人のためだと思うと、もう少しだけ力が湧いてくると思うよ。私もそうだったからね。コンクールで吐きそうなほど緊張してるとき、いつも頭に浮かべていたのは私のピアノを聴いて笑顔になってくれた人たちのことだったからさ。赤松さん、じゃあ行こうか。こういう嫌なことはサクッと終わらせちゃおうよ。さてと。